えーどうも、ウズです、えー、本日はちょっとね1階でいつもの部屋じゃないところで動画をやるんですけれども、まあ、ほとんどね Mac のその画面の中での話で終わる動画になりそうなので、えー、そんなに気にしないでいいかなと思いましたで今回えやりたい動画はコメントでえ結構ねあの問い合わせがあった動画なんですけど説明動画なんですけれども Adobe、えー、の Photoshop でタイムラプス動画が作れるっていうのを やっぱり知らない方が結構いらっしゃったみたいなので私は知らなかったんですけど、えー、その本当に基本的なところだけ画面でご説明しようかなと思いました、えー、なので、えー、画面でご説明しますはいじゃあえとこちらが画面なんですけれども今ここにえと TL 東京駅っていうホルダーの中に素材になる画像をすでに用意してありますこれねうん タイムラプス用の画像なんですけど、用意してあります。これが約270枚ぐらいあったと思うんですが、えー、今のところ、ここの名前が ANA2536 だの2538だの、これがですね、ファイル名が写真で撮ったままのデータになっております。で、重要なのが、これスペースキーをね、確かね、入れ、間、間開けちゃいけないって言ってたんで、アンダーバーかハイフンで作る、あの名前した方がいい、連番にした方がいいっていうことだったんですけど、 まあそれを最初にね、まあこういう風うにうまく揃ってない場合もあるので、Lightroom で調整しちゃいます。で、今ここに Lightroom で読み込んだそのままの画像があるんですが、これをどうするかというと、まあ読み,読み込みちょっと飛ばしちゃったけどごめんね。まあ読み込んだ画像がありまして、で、それをどうするかというと全体を選択します。まあ一個じゃなくて、全体ね。全体を選択しておいて、よいしょ。ファイル、ファイルのとこから書き出しがございます。これよくね、Photoshop とか、 ライトルーム使う人はよく使う項目だと思うんですけど、書き出しを選んであげて、で、ここの部分で、今ね、サブホルダーっていうのを新しく用意することにして、まあ、新しく用意した方がいいと思います。えー、TL 東京駅素材っていうタイトルをつけてホルダーを用意します。今回の場合だよ。私の場合はこれ用意して、で、ここ。これ重要です。えー、今これ設定後か。えー、今カスタム設定になってるんですが、あの、ここの大体名前がこういう感じだね。えー、ここカスタムテキスト。よいしょ。ファイル名か。 えー、これが今、元のままね、ファイル名になってまして、an, アンダーバー、an, a, 25, 20の1から連番で、え、名前書き出すっていう状態になってるんですが、ここは、えー、カスタム名を使います。まあ、あカスタム設定か。カスタム設定にしてあげると、よいしょ。今どういう状態あ、違う。これか、編集か。えー、こういう状態です。えー、カスタムテキスト、要は、カスタムの今、よいしょ。あ、こうか。えー、今、 t l 東京っていうのを私の方で名前付けたのでカスタムの名前が t l 東京これは何でもいいですよ。で、連番。ここにあるんですけど、この連番と日付っていうのがあるんですが、今回は連番だけ挿入します。それなので、ここ連番の方がですね、5桁か4桁がいいと思います。えー、だいたいね、4桁で収まると思うんですけど、ちょっと余裕を持って5桁にしときましょうか。5桁に連番しといて、あ、こっちいらなくなっちゃったな。よいしょ。これいらない。 はい。そうすると東京、tl-tokyo-0001jpeg。jpeg となります。で、この設定をして、これが書き出したタイトルの名前になるということで、もうちょっと下を見てみましょうか。えー、ファイルの方は、基本 Jpeg でいいです。えー、pd、psd とか tiff とかは使わないので、Jpeg のデータのままにしておいて、えー、ここ重要なんですけど、普段はここチェックマーク入ってないはずなんです。えー、写真をそのままのサイズで書き出す場合は、ここチェックなし。 で、えー、GH5 とか一眼カメラで撮った映像、写真か。写真ってサイズがめちゃくちゃでかいので、えー、映像用にするために 4K でなければ、よいしょ。私フルハイビジョンで、えー、大体書き出すので、一番長い長辺というところを1920ピクセルっていう風に合わしてます。そうすると、大きい画像も一番長い、えー、辺が1920で統一した画像として書き出されます。 という、やることはね、だいたいこれだけです。はい、これで書き出してみましょう。で、書き出しを行うと、今書き出し中。これで267個のファイルを書き出ししてますということで、そんな時間かかんないです。で、えー、書き出しの方が終わりましたら、チェックしてみましょうね。えー、これはさっきの元ファイル。ここに来た。これね。えー、さっきの元データがこれで書き出されたのがこっち。はい、見てみましょう。 はい、えー、見事に、え数字が連番で5桁の番号だね。1番から、よいしょ。一番最後、267枚目まで全て、えー、ナンバーが投資ナンバーになりました。はい、この状態で、フォトショップを開きましょう。フォトショップちゃん開いて、もう眠い、眠いからちょっとね、<laughs> おかしな感じになってるね。はい、フォトショップ開きましょう。で、フォトショップの方を開きましたら、最初に画像1枚だけ開いてあげます。先ほどの画像を選択してあげます。えー、素材。 これえ重要なのがここで選んだ後この1枚目ね1枚目だけ選びます他選ばなくていいですえオプションから、えー、画像シーケンスっていうのをチェック入れますでこれで開きますでこのフレームレートというのがあるんですけれどもこのフレームレートはどうなんだろうねぬるぬるにしたかったら60とかでいいのかな私29.97を選択するってマニュアルにあったのでそれで同じように真似ました <laughs> マニュアルってね。で、そうすると、えー、写真がこれ選択されてるわけですね。今1枚。で、実はですね、これ複装も選ばれていて、あまり皆さんこう使わないと思うんですよ。フォトショップ作るときって、ロゴとか作ったり、あとは写真加工したりするときって、えー、使わ、滅多に使わない項目なんですが、右上の方、ここね、ここちょっと注力してください。右上ですよ。注力注目だね。<laughs> 右上注目してください。ここのところに、 今初期設定、グラフィックウェブとか写真とかいろいろあるんですけど、モーションっていうのを選んでみてください。これするとね、いっぺんに変わりますよ。はい、モーション。はい、えー、もうわかりましたでしょうか。もうさっきね、1枚しか写真選んでないのに、画像シーケンスとして読み込んでるので、先ほどのフォルダーにあった写真がすべてここにモーションとして全部組み込まれてます。で、ここにフレームが書かれてます。っていうことで、例えばこれもう再生押せば、もうタイムラプスこれ完成してます。 あ画像がちょっと違うの入っちゃってたね。ごめんね。ね、すごいでしょう。もうこれだけでタイムラプスの動画が作れちゃうんですよ。<laughs> 結構ね、パッパパッパ,パ言っちゃったんですけど、まあ動画なので、YouTube 動画なので、繰り返し見ていただければ分かりやすいと思うんですが、こんな感じでタイムラプス動画は終わりです。簡単。 で、これ、フォトショップなので、何が便利かというと、どれかなこれで、例えば、ウィンドウで何だったかなえ、色調補正。え、色調補正でトーンカーブ、例えば用意しますね。これ、トーンカーブじゃなくてもいいんですけど、これ、例えば明るめにして、こっちコントラスト下げて、これちょっといい雰囲気になるじゃないですか。これで色変えた状態で、よいしょ、これ最初持っておこう。はい、もうこんな感じで、え、色変更、色調を変えた状態で、 えー、新しいその画像が作れるっていうのがフォトショップの面白いとこですよね。だから色味を自分好みの色にして、えー、タイムラプス動画が作れちゃいます。ね素敵でしょ。で、えー、自分の好みの色合いとか作りにできたなと思ったらあこれか。 えっと、ここでね、その書き出すムービーの長さもこう調節はできますから、まあ、その必要があったら調節してください。別に後でプレミアとかでね、カットしちゃえばいいんで、長さ調節はそんな関係ないかなと思うんですけれども。で、えー、画像を、じゃあ実際データとして書き出したいので、またさっきからね、ちょっと言ってる書き出しだね。書き出し大好きだから。えー、書き出しで、この時に、形式保存とか色々あるんですけど、一番下のとこ、ビデオレンタリング。ビデオですからね、素材が。 えー、ビデオをレンタリングを選択していただいて、ここに、あのー、指定の、まあ、名前を付けましょうか。えー、じゃあさっきから言ってる TL の東京駅でいいか。駅。東京駅。ということで、ホルダーの方はまあ、さっきの素材のとこにぶち込んじゃいましょう。また別のとこに入れたい場合は、ホルダーは自分で、あのー、選択したり、えー、新規ホルダーを作成したりもここでできます。えー、で、画像形式の方なんですが、これは H264 でも間違いないので、 <laughs> まあ、クイックタイムでやる人もいるかもしれませんけれども、H264 でほとんどいいと思います。だからもうこのままかな。画像のサイズもそうだね。フレームレートも29.97。ということで、これレンタリングします。これ終わり。はい。で、これで書き出しの方が完了になりまして、終わったら確認してみましょうか。えー、これね。えー、ここにぶち込まれたはずなので、えー、東京素材。で、ここの中の一番上かな。よいしょ。あ、違うね。 あ、こういた。はい。これ MP4 のデータね。これちょっと再生してみましょう。できてますね。はい。これが今作ったタイムラプス動画でございます。えー、今回の説明はこんな感じかな。はい。えー、ということで、いかがだったでしょうかあの、見てみるとね、意外と簡単でしょ <laughs> あの、Photoshop の Creative Cloud、えー、使ってらっしゃる方は、今やったのが簡単にできますので、えー、もしそのタイムラプス用の 写真を用意でできてていいるようであればちょっと試しただ今回はフォトショップでたまたまこういうことやりましたけど別に似たようなことは別のソフトでもできますしタイムラプス動画だけを作るんだったらカメラによってはカメラ本体で自動生成できてしまいますのでこんなに手間をかける必要もないっていうのも実際にはあります。 ま、ただ、あの、フォトショップでいじれるっていうメリットが、いろいろ今紹介したもの以外にも、いろんなツールを使っていろんなパターンが作れたりするのでえ、活用しようと思えば、まあ、私はあんまり手の込んだこと好きじゃないので、こういうことをあんまりやらないんですけどえ、手の込んだことをやろうと思ったら、こういうのを常にやってみても面白いんじゃないでしょうか。私自身も今回のタイムラプスで結構面白かったので、いろんなちょっとパターンをちょっと試しながら、だいたい私あの動画のオープニングにタイムラプス動画を使うことが多いので、え素材をいろいろ集めて、 皆様がちょっと、あ、このタイムラプスっていいんじゃないって思えるものをえ用意してみたいかなと思います。タイムラプス職人になってもいいよね。<laughs> タイムラプス YouTuber。飽きるかな。はい、ということでございましたえ。今回の動画が役に立ったよって思っていただけた方は、ぜひ高評価の方もお願いいたします。 え普段からこういう動画とはまた別にいろんな自分の好きなことを発信しているチャンネルになりますので、えー、他の動画もちょっと見ていただいて気に入ったらぜひ、えー、初めての方はチャンネル登録のもお願いいたしますではまた別の動画でバイバイ今回の動画は結構あのゆっくりやったつもりだったんですけど多分ね早いかもしんないね <laughs> 早かったらごめんね、えー、こういったタイプの動画もあの今後はちょこちょこ用意していこうと思いますので、えー、役に立つか立たないかわからないんですけど、えー、好きにアップさせていただきます